あっぱれさんま大先生の元子役として知られる俳優、加藤諒さん。本能寺の変ダンスや Z 界 CM、ホラン千秋さんとの共同生活や、戸田恵梨香さんのことが話題です。その加藤諒さんがしゃべくりで明かしたカツラの理由、高校や大学や身長などウィキプロフィールについて興味があったので調べてみました。加藤諒さんのプロフィール、名前加藤諒、加藤諒、出身地静岡県静岡市、生年月日、1990年2月13日、身長160センチ、趣味映画鑑賞、食品サンプル作り、特にヒップホップダンス、学歴、多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科卒業、所属、キューブ、加藤諒さんの高校。加藤諒さんは常葉学園立花高校を卒業しているようです。というのも、ブログで母校が2012年に静岡県代表として甲子園に出場したと述べているからです。2012年の静岡県代表は常葉学園高校だったのですね。ちなみに、常葉学園立花高校は中高一貫なので、中学も常葉学園立花中学校だった可能性は高そうです。加藤諒さんがカツラの理由。加藤諒さんといえば、中居の窓で中居正広さんからいきなりカツラを剥ぎ取られたことが話題になりました。その理由は、NHK 朝ドラ、トト姉ちゃんでの役作りのため、坊主頭にしていたからなのだそうです。ちなみに、この役作りに先立って、いろいろ髪型を変えている様子を映した動画がアップされています。刑務所に入所する前にも悲観にした堀江貴文さんと同じで、どうせ坊主になるなら、ということなのでしょうね。加藤諒さんの障害の噂、加藤諒さんについて、障害の噂があるようです。どうやら、テレビ出演時の異様なテンションの高さ、シャリーパミュパミュさんや本能寺の変などのダンスの異様な完成度。そして深夜3時にキャリーパミュパミュさんのダンスを完コピして眠りにつくという異様な生活リズム。など、その個性に異様さが際立っていることから、もしかして障害という印象を持たれてしまっているようです。しかし、障害といった場合は、あくまでも医学的な診断という根拠がなければ成り立たないし、加藤諒さんがそのような診断を受けたとは考えにくいです。なので、あくまでも、常人とはかけ離れている、という意味合い程度のものではないかと思われます。加藤諒さんが嫌い、加藤諒さんについて、嫌い、という声があるようです。何が面白いかわからない、気持ち悪い、顔が嫌い、無理、といった声がある一方で、気持ち悪いけど嫌いじゃない、ぬいぐるみみたいで嫌いじゃない。可愛くて好き、太い眉毛が好き、顔面が好き、という声もあるので、まあ、普通に好き嫌いが分かれている、といったところなのでしょうね。ものすごい個性的な方ですから、評価が分かれるのも納得かもしれません。以上、加藤諒さんについ